皆さん、こんにちは。ドクター芹沢です。ついに実装されましたね、ドラッド。一日実装が遅れてしまいましたけども、多分これはテラサーたちが裏でメイクマイデーしちゃったからだと思うんですけどね。早速ですね、僕もメンテ明けに張り付いて使ってみようと思ったんですけども、その前にちょっと寄り道を。ギドラとドラッドのピックアップ地図がありますね。ゴジラファンとしてはキングギドラとドラッドのギドラッドコンビを使ってみたい気はしてますけども、僕は今シーズンはギドラを封印してるので、実現するのはまだ先ですね。気を取り直してドラッドの性能を見ていきましょう。早速、送信撃バトルに出てきてくれました。一発目からいるっていうのはかなり幸先いいですね。コスト3なんですね。ミニラに合わせ、あら、一撃で沈むか。まあ相手のレベルが12でこっちは1ですからね。体当たり攻撃を仕掛けてましたから、ユニットとしては短距離射程のカマキラスタイプですね。攻撃スピードはこれを見ると多分1秒台かな。早速クリア報酬の地図でドラッドを手に入れました。レベル1の性能はこんな感じですね。育て上げればどこまでダメージが伸びるのか気にはなりますけども、現状では相手の攻撃そらしくらいしか、用途が思い浮かびませんね。低コストのミニラ、カマキラス、冷凍ゾンデと比べてみても、相手を足止めするという点からするとコスト3ではちょっと使いにくいかなと感じます。対空なしのユニットにはね、向かわせてみてもいいでしょうけど、ゴジラやアンギラスに対してはこっちも相当育てないとカマキラス的な使い方はできないでしょうね。逆に育てきることができればいい地上ユニットキラーになり得るかもしれません。これもレベルが20近くになった時にどれだけダメージ量が伸びているかによりますね。さあ、今の時点で皆さんはどんな未来を見ていますか？ぜひコメントで教えてください。今回の速報は以上です。また次の動画でお会いしましょう。